今日は別立て生地のモカロールを作っていきます。まずは生地を作っていくので、天板の準備をしていきます。今日はロール紙という紙を使っていますが、オーブンペーパーを使っていただいて大丈夫です。型に合わせてカットして、この4辺の角の部分ですね、爪でしっかり跡をつけていきます。次にインスタントコーヒーを牛乳で溶いていきます。牛乳を温めてインスタントコーヒーに少量ずつ加えながらしっかりと溶いていきます。粒が残ると生地にそのまま斑点として出てきてしまうので、この段階でしっかり溶いておいてください。生地を作り始める前にオーブンを予熱しておきます。卵を卵白と卵黄に分けていきます。今日は前回のフルーツロールとは違ってメレンゲから最初に作っていきますので、よく冷えた卵を使ってください。卵白がぬるいと気泡が粗くなってしまうので、必ず冷たい卵白を使っていきます。そして卵白は計量していただいた方がいいです。それではまずメレンゲを作ります。まずは砂糖を入れずにそのままホイップしていきます。今日は卵白に対して砂糖が 50%、 120の卵白に60の砂糖なので、今回この動画では3回に分けて加えていますが、泡立てる前に全てのグラニュー糖を入れて分けずに泡立てても大丈夫です。少し泡立てに時間かかりますが、メレンゲの中にしっかり砂糖が溶け込んでいきます。普段 50% 以下の場合は最初に入れてしまうことが私は多いです。砂糖を加えるタイミングを間違えるとメレンゲの中に砂糖がしっかり溶けないので、ここの見極めだけしっかりやってください。メレンゲはあまり固くしすぎず、ホイッパーを上げた時に少し垂れるぐらいですね。ここでストップします。そして最後低速でメレンゲの気泡を整えていきます。そして今日はホイッパーを使わない、道具を増やさない作戦でいきます。なので、メレンゲがついたハンドミキサーのままで構いません。卵黄をほぐして砂糖を加えて混ぜていきます。ここでは中速ぐらいですね。あまり高速で混ぜなくて大丈夫です。ホイップするというよりも卵黄の中にしっかり砂糖を溶かしていくというイメージです。そうすると必然的に少し白っぽくなってくるかと思います。そこに初めに作っておいたコーヒー液を加えていきます。ここからの合わせはすべて高速ではなく中速もしくは低速で合わせていきます。どんどんこのベースの生地が緩くなっていくので、高速にすると飛び跳ねてしまうので気をつけてください。そしてサラダ油も加えて合わせていきます。次に薄力粉をふるい入れていきます。これは一度にふるい入れてしまって大丈夫です。粉を入れた後は少しハンドミキサーで混ぜにくいと思いますが、最初スピードを入れる前に少し
生地と、混ぜてから低速で合わせていきます。ここでも高速でやってしまうと粉が飛び散ってしまうので気をつけてください。あまり混ぜすぎずに生地に粉が混ざれば大丈夫です。ハンドミキサーはここで終わりです。このコーヒーの生地の方にメレンゲの3分の1量を加えて合わせていきます。混ぜる回数を減らすために比重を少し近づけていきます。そしてこのコーヒー生地を今度はメレンゲの中に入れていきます。そしてここではなるべくメレンゲの気泡を潰さないように力を入れず優しく合わせていきます。はい、これでロール生地の完成です。出来上がった生地を天板に流していきます。カードを使ってまずは四隅に生地を流していきます。角の紙が丸まっている場合は指でしっかりと広げてください。そして今度は表面をならしていきます。手を動かすのではなく、天板を回していくときれいに早くのすことができます。そして180度のオーブンで約15分焼いていきます。焼き上がったら2、3回ショックを入れてください。ショックを入れないとしぼんでしまうので注意してください。そしてすぐに天板から外してそのまましっかり冷ましていきます。特にここで表面にラップをする必要はありません。冷ましている間にモカシャンティーを作っていきます。生クリームに砂糖とインスタントコーヒーを少量のお湯で溶いてそれを加えていきます。コーヒーの量 1g から 2g としているんですが、 1g だと割とライトな感じ、 2g だとしっかりとコーヒーの味がします。お好みで調整してください。そして少し固めにホイップしていきます。ロールの生地がしっかり冷めたら巻きの作業に入っていきます。まずサイドの紙を外して一度裏返すのでここで表面にラップをしていきます。そしてひっくり返して底の紙を外していきます。その上にロールを巻くときに使う少し長くカットしたオーブンペーパーなどを乗せてさらにひっくり返していきます。今日はこの焼き面の方にクリームを乗せていきます。このクリームはデコレーション用も含んでいるので3分の2だけを生地の上に乗せていきます。そして、パレットやカードを使って、生地の表面に塗っていきます。あまり触りすぎてしまうと生クリームがボソボソしてきてしまうので、なるべく手数は少ない方がいいですね。そして巻き終わりの部分は削っていきます。巻くときは下に濡れ布巾などを敷いておくと滑らずに巻きやすくなります。まずはこの中心の芯をしっかりと作っていきます。そして一気に力を入れずに巻いていきます。一度紙を外して横から見ると側面少し穴が開いています。そこに余っているクリームを足して埋めていきます。
定規などを使ってグッと締めて固めていきます。この時上の紙を押さえると締まらないので気をつけてください。巻き終わりがしっかり下にあることを確認して、このまま冷蔵庫でだいたい30分程度冷やしていきます。30分冷蔵庫で冷やし固めたロールの仕上げをしていきます。まず紙を外してナイフを温めて両サイドを切り落としていきます。ナイフを温めることでクリームが少し溶けてきれいにカットできるので、これは必ずやってください。そして上にクリームを絞っていきます。そして今日はコーヒーと相性のいいナッツをいろいろ並べています。おつまみで食べるような有塩のナッツ使ってしまうとしょっぱくなってしまうので、無塩のナッツを使うようにしてください。そして最後少しグリーンが入ると華やかになります。ここはお好みでデコレーションしてみてください。これでモカロールの完成です。ベラで大丈夫。レーズンバターサンドです。焼き込みのタルトになります。プロの道具をご紹介したいと思います。ここですね、この角を使って